もありましたね。あの時はすごく怖い選手だったと思いますけれども、功績は本当に素晴らしいものでしたし、ドライバーだけではなくて、ここを上げてきているんだなというのは分かりますね。早くて映ってるか分からへん。やっぱりそういった責任